スマートフォンから子育てに関する情報が見られるアプリ、飯田子育て応援アプリをご存知でしょうか。これは長期化するコロナ禍において子育てに役立つ情報をお届けするために、令和3年7月から飯田市が運用を開始しました。こちらがアプリの画面です。郵便番号やお子さんの生年月日など基本情報を登録いただくと、子育てに関するイベントなどの情報がプッシュ式で通知されます。また妊婦健診や乳幼児健診の記録ができるほか、お子さんの予防接種日を事前にお知らせしてくれる機能、市内で子どもが遊べる施設が検索できる機能など、さまざまな子育て関連のコンテンツがこのアプリに集約されています。中にはお子さんの写真などを共有できる機能もあり、遠方のご家族とのコミュニケーションツールとしてもお使いいただけます。飯田子育て応援アプリは利用料無料です。スマートフォンでアプリをダウンロードすれば利用できます。日々の子育てにぜひお役立てください。